1989年に三菱地所が8億4600万ドルで買収したニューヨークのロックフェラーセンター。当時の日本企業による国外不動産買いあさりの象徴となった。バブル景気は後景気の通称で景気動向指数上は1986年12月から1991年2月までの51ヶ月間に日本で起こった。 資産価格の上昇と後継期、及びそれに付随して起こった社会現象とされる。情勢自体はバブル経済と同一であり、バブル経済期、またはバブル期や単にバブル、平成元期、昭和、平成バブルとも呼ばれる。日本国政府の公式見解では、数値上、第11循環という通称で指標を示している。ただし、 多くの人が後継期の雰囲気を感じ始めたのは1987年10月19日のブラックマンデーを過ぎた1988年頃からであり政府見解では日経平均株価が38,957円の史上最高値を記録した1989年12月29日を挟みバブル崩壊後の1992年2月までこの後継機の雰囲気は 維持されれてていいたと考えられているまた、21世紀に入って、アメリカ、中国で起きた住宅と金融を中心にした資産価格の高騰、景気拡大期を米国バブル、中国バブルなどと呼称する。ここでは、かつて日本で起きた事象について説明する。日本では、 1986年12月から1991年2月までの株式や不動産を中心にした資産の過度な高騰、経済拡大期間を指すことが主である。目安となる指標も多く存在し、景気動向指数、土地価格、株価、GDP、消費者物価、民間消費支出等どれを基準にするかということと、政府見解により小説は左右される。 1980年代後半にはテレビ等のマスメディアの必要以上に毎日繰り返された不動産価値の宣伝により地価は異常な伸びを見せる。当時の東京都の山手線内側の土地価格でアメリカ全土が買えるという算出結果となるほど日本の土地価格は高騰し日経平均株価は1989年12月29日の 大農会には、市場最高値38,957円44銭をつけるなどし、資産価格のバブル化が起こっていた。このことを指して、バブル経済と呼ばれる。バブル経済とは、総じて結果論として語られることが多く、その過剰な拡大期間の中では、単に後景気と言われる。バブル景気による過剰な経済拡大期があり、その後にはその反動として、 バブル崩壊による大幅な資産価格下落や金融収縮などが起こり経済問題が多数紛失することとなる。結果として過去のその経済状況を否定的意味合いでバブルなどと呼称する。日本の景気動向指数で見る景気循環における第11循環の拡大期にあたる。指標の取り方にもよるが、概ね。 1986年12月から1991年2月までの4年、3ヶ月間を指すのが通説である。これは、2002年2月から2008年2月まで73ヶ月続いた長芸期や1965年11月から1970年7月の4年、9ヶ月の57ヶ月続いたイザナギ景気についで、第二次大戦後3番目に長い公共期間となる。 バブル以前の1985年、プラザ合意直後の日本は、円高不況と称された深刻な不況であり、輸出産業が大打撃を受け、東京や大阪などの町工場には、倒産が続出していた。当時の日本の GDP に占める製造業比率は高く、円高が輸出産業、ひいては日本経済に与えたダメージは現在と比較にならないほど大きく、 製造業の日本国外への流出もこの時期に本格化した。内需拡大の掛け声とともに平成元年に所得税の国税地方税を合計した最高税率が88%から75%に引き下げられ、富裕層を中心に手取り収入が最大2倍近く増えたことがバブル景気を後押ししていた。 円高不況という文字がメディアから消え、多くの一般の人が、いわゆるバブル景気の雰囲気を感じていたのは1988年頃から1991年2月のバブル崩壊以降少し、後までの数年である。日本のバブル崩壊による深刻な経済問題が表面化するまでには、数年の時間を要し、当初は一時的な景気交代として、楽観論が大勢を占めていた。 1992年には政治的に宮沢貴一などが公的資金投入による早期の不良再建処理を言及しているが、官庁、マスコミ、経済団体、金融機関などからの強い反対に愛実行に至らなかった。バブル崩壊と同時に1973年より続いてきた安定性長期は終焉を迎え、失われた10年の引き金となった。 実体経済から乖離して、資産価格が一時的に大幅に高騰し、その後急速に、資産価格の下落が起こる様子が、中身のない泡が膨れて引ける様子に似て見えることから、このように故障する。もともと、バブルは、泡を意味する語なので、放末景気と呼ばれることもある。1990年代初期からは、平成景気と呼ばれた。1980年代後半、 バブルという言葉は一般に認知されていなかった。バブル景気という語は1987年に命名されたとされる。元になったバブルという語自体は1700年代のサウスシー、バブルを語源とし、1990年にはすでにバブル経済という言葉が新語、流行語大賞の流行語部門現象を受賞者、該当者なしで受賞している。しかし、 この語が広く、一般に、実感を伴って認知されたのは、バブル経済が崩壊した後である。また、その景気交代期、または、交代期末期、景気が上昇に転じるまでの期間を、バブル崩壊などという。野口幸夫は1987年11月に、バブルで膨らんだ地下という論文を、週刊東洋経済、近代経済学シリーズに掲載しており、私の知る限り、 この時期の地下高騰をバブルという言葉で規定したのはこれが最初であると述べている。1985年1月1日から1988年1月1日までの円とドルの為替レートの推移。点線はプラザ合意のあった日を示す。プラザ合意後、急激に円高が進行している。政府、日本銀行の金融、財政政策による景気刺激策が バブルの主因とされている。安定成長とバブル期を分けたのは1985年9月のプラザ合意である。その後のルーブル合意まで100円以上の急速な円高が進行する。ミルトン・フリードマンは日本のバブル経済は1987年のルーブル合意がもたらしたものであると指摘している。バブル以前の1985年の プラザ合意直後の日本は円高不況と称された深刻な不況であり、輸出産業が大打撃を受け、東京や大阪などの町工場には倒産が続出していた。当時の日本の GDP に占める製造業比率は高く、円高が輸出産業、ひいては日本経済に与えたダメージは現在と比較にならないほど大きく、 製造業の日本国外への流出もこの時期に本格化した。当時、ドル高による貿易赤字に悩むアメリカが死臭国は G5 諸国と協調介入する胸の共同声明を発表した。これにより急激な円高が進行。1ドル240円前後だった。為替相場が1年後に1ドル150円台まで急進した。日本と西ドイツが アメリカのドル安政策の標的にされた。このショックを和らげるため日本政府は内需主導型の経済成長を促すため公共投資拡大などの積極財政を取り、また一方で日銀は段階的に肯定部合を引き下げ長期的に金融緩和を続けた。この結果長期景気拡大をもたらした一方で株式、土地などへの投機を許しバブル発生を引き起こしたと されている。中曽根内閣は貿易摩擦解消のため、国内需要の拡大を国際公約し、これまでの緊縮財政から一転させた。5回の利下げの実施後の1988年度補正予算で、当時の大倉大臣であった宮沢貴一は公共事業拡大に踏み切った。また、急激な円高によるデフレ圧力にもかかわらず、日銀は当初、 肯定部合を引き下げずに据え置くとともに、むしろ無担保コールレートを6%弱から一挙に8%台へと上昇させるという高め放置路線を取った。そのため、一時的に非常な引き締め環境となり、その後数年のインフレ率の低下を招いた。一方、翌年以降は緩和へと転じ肯定部合を2.5%まで引き下げ、その後も低金利を続けたが、 この金融緩和政策は当時国際公約と捉えられており、これが継続されるとの期待が強固であった。1989年に所得税の国税地方税を合計した最高税率が88%から75%に引き下げられ、富裕層を中心に手取り所得の急増による資金供給があるとともに、インフレ率の低下と低金利政策維持への 期待によって名目金利は大きく低下し、このことが貨幣錯覚を伴って土地や株式への投資を活発化させた。日銀の金融政策は、卸売物価、消費者物価を基準に考えるという伝統的な考え方が支配的であったため、日銀は地価は土地対策で対処すべきという立場であった。それ以外に1八十六年初めに、 原油価格が急落し、公益条件が改善した。このことによる公益利得は、1987年5月の緊急経済対策と、ほぼ同規模となる大きなものとなり、景気を刺激したとされている。経済学者の田中秀臣は、原油価格の下落などの要因を、日本経済の潜在能力が向上したと誤って、過大評価してしまい、日本は、 バブル時代へと突入していったと指摘している。日本銀行調査月報は、バブルの原因について、土地担保価値の拡大を上げ、多くの金融機関が業務拡大を目指したことにより、M2CD の伸び率を高めたと述べている。1985年5月に国土庁は、首都改造計画を公表し、東京のオフィスは2000年までに合計5000ヘクタール。 超高層ビルで250等分必要となると指摘した。国土庁のレポートの意図は地下高等の抑止であったが、その意図とは逆に、不動産会社ゼネコンはオフィス供給は国策となった。都心の用地を確保せよと一斉に飛びつき、やがて地上げ屋を生んだ。国土庁のレポートはバブル情勢の一員となった。ベンジャミン・フルフォードは、 上佐サ博の言葉を借りて、1963年、当時の自治省が、地価の大幅な値上がりに対して、固定資産税の課税上昇率を抑えたために、土地が最も有利な投資対象となってしまったことを、日本の土地心はないしバブルの円因として挙げている。日経平均株価。1989年12月29日の、東証大農会で、日経平均株価が、 史上最高値の38,957円44銭を記録、1990年1月4日の大発会から株価の大幅下落が始まる。1985から1990年度の5年間で、日本の金融機関の資金量は90%拡大し、貸し出し先の開拓に追われていた。1980年代後半、 エクイティファイナンスの流星は大企業の銀行離れを加速させ、銀行は行き場のない資金を打つかせていた。プラザ合意以降、金利低下に白車がかかった。金利自由化の影響により、銀行は従来のやり方ではリザ屋が稼げなくなっていた。1987年末には、都銀の収益を支えていた製造業向けの貸し出しが初めて2割終わった。 企業は設備投資を積極的に行っていたが、その資金は銀行の長期融資に依存せず、エクイティファイナンスで賄っていたため、金融機関の融資は不動産に向かった。日本では投機熱が加速、特に株と土地への投機が盛んになった。中でも土地は必ず値上がりする、土地の値段は決して下がらないという、いわゆる土地神話に支えられ、 現売目的の売買が増加した。地価は高騰し、数字の上では東京23区の地価でアメリカ全土を購入できると言われるほどとなり、銀行はその土地を担保に貸し付けを拡大した。1985年3月末から1993年3月末にかけて全国銀行の貸し出しは251兆円から482兆円へと増加している。 資産価格高騰は資産保有者に含み益をもたらし、心理的に財布の紐を緩める資産効果によって消費が刺激され、景気の加熱感を高める効果もあった。また、1986年から日本企業の欧米企業に対する M&A が進められた。企業収益の向上とともに、個人所得も増加し、消費需要が上昇する上数効果を生んだ。 日本の一人当たりの国民所得はアメリカに次ぐ第2位となった。1985年9月30日に横浜駅東口に世界最大級の百貨店を誕生させた。1986年2月に NTT が上場し、株価は2ヶ月で売り出し価格の3倍に当たる318万円の高値をつけ、企業、個人が在宅に入り込んでいくきっかけとなった。 在宅に代表される企業の余剰資金運用を日本経済新聞等のマスコミが懸念し、特金ファンドで法人の株式投資を活発化させ、個人投資家の株式投資を誘発した。主要全国紙はこの頃、株式欄を拡大させ、金融雑誌や金融商品評論家、不動産取引評論家等が出現して、個人の金融取引を煽った。 三大都市圏における地価は1986年から上昇し、1987年には東京都の商業地で対前年比で約80%となった。1987年に入ると減少は経済全体に波及し、土地に対する需要が高い限り決してこの景気は終わらないという楽観論が蔓延した。特に株式は1987年10月に、 起こった、米国ブラックマンデーによる、世界同時株安の影響を世界で最初に脱出し、高値を更新したことから、日本株に対する信任が生じた。その後、陶器が陶器を呼ぶ連鎖反応が起こり、岩戸景気、人無景気に続く景気の呼び名を公募する記事が、雑誌を賑わしていた。1988年秋に来日した、アラン・グリーン・スパン FRB 議長は、 日本銀行にて、日本の株価は高すぎるのではないかと述べていた。1989年4月1日、消費税が導入された。この時、便乗値上げが起きた。同時に、景気対策と内需拡大の掛け声とともに、所得税の国税地方税を合計した、最高税率が88%から75%に引き下げられ、富裕層を中心に、 手取り収入が最大2倍近く増えたことが金融市場に資金提供することとなった。すでに地価や株価は収益還元法などで合理的に説明できる価格を超えて高騰しており、日本経済はいつ破裂してもおかしくないバブル経済に突入していた。そもそも日本の人口増加率が低下し、2007年から2008年には、 人口が減少に転じると予想されたことから土地の需要がこのまま持続、増加するはずがないとの指摘もあったが政府の世界の中心都市としての東京は今後も発展を続けオフィス需要は拡大しつつありこれに対して供給はまだまだ不足しているとする見解をはじめとする強硬な反論が幅を利かせていた一部の経済学者は地価を考慮すると家賃は安すぎると主張し 容積率の規制緩和を主張した。もともと地価が上昇した場合はその上で創業している賃貸の工場やビルの収益率が低下するため土地を売却し再建などを購入することが合理的になる。この結果、高騰した土地の上で経営が成り立つ産業だけが立地することになり、やがて価格は均衡する。しかし、日本においては 土地資産などの形状が母家で行われていたため、名目的に収益率は変わらずに土地を持ち続けることが正当化された。加えて母家と地価の差額が含み益をもたらし、担保価値の上昇という形で資金を導入して、経営を拡大する方向に動いた。損失を出してもいざとなれば、含み益を用いて解消できるとして、経営の多角化を進めたり、 ハイリスクな事業を展開する、豊満な経営で損失が出ても、重大に受け止めないなどの例もあった。このような動きの中で、日本企業は収益率を高めるのではなく総資産を増加させる、ことを第一義的な目標とするようになった。1986年頃から日経平均株価は、急上昇し始め、 1989年12月29日には38,915円。さらに同日の大農会ザラバで最高値の38,957円を記録。株価上昇は1985年9月の12,598円と比較すると約3倍となり、上昇率で約200%の上昇であった。バブル期の日本株の PER は80倍以上と、 なっていた。バブルが引ける直前の日本株の PR は100から200倍であった。株価に遅れて、しかも1985年と比較して1990年には約400%の上昇となった。1986から1990年までの5年間で日本国内の非金融法人企業は年平均142兆円のペース 家計はネオ平均約25兆円のペースで金融負債を増やした。バブル絶頂期の1990年の非金融法人企業の純負債は636兆円であった。1986から1989年に発生したキャピタルゲインは資産価格の上昇により1452兆円に及んだ。百八十九年に家計が得た土地、 株式のキャピタルゲインは260兆円となっている。バブル景気では中小企業の売上計上利益率は大企業を上回っていた。経済学者の松原聡氏はバブル景気で日本がインフレにならなかったのは円高の影響で安い輸入品が多く日本に入ってきたからであると指摘している。内閣府の国民経済計算によると 日本の土地資産はバブル末期の1990年末をピークに約2456兆円となったと推定されている。日本全体の土地の価格総額は1990年末時点で1985年末の2.4倍となった。バブルピーク時、日本全体の地価の合計はアメリカ全体の地価の合計の4倍となった。 東京県では1987年と1988年の住宅地の価格はそれぞれ22%、69%上昇し、商業地の価格はそれぞれ48%、61%上昇した。大阪県では1989年と1990年の住宅地の価格はそれぞれ33%、56%上昇し、 商業地の価格は1988から1990年で30から40%上昇した。第二次世界大戦後、1990年代初めにバブルが崩壊するまで地価は永遠に上がり続けるという土地神話が信じられていた。戦後一貫してオイルショックの一時期を除きバブル崩壊まで地価は下がらなかった。 それに追随したのが当時のテレビを含むマスコミであり、土地神話による地価の高騰が永遠に続くものであるかのような宣伝を繰り返していた。1970年代後半から有料製造業向けの融資案件が伸び悩み、銀行が不動産業や小売業、住宅への融資へ傾斜していた。1980年代初め、東京の国際都市への期待が高まり、 外資系金融機関なども増加し、オフィスが大量に不足すると予想された。1980年代半ば以降、銀行は土地神話を信じ土地担保融資を拡大した。1980年代の日本は、様々な規制等により土地の供給が極端に少なく、人口が増え続けるという見方が強かったため、土地バブルが発生した。1985年、 日本開発銀行は、東京は、世界の金融センターになると、レポートで指摘した。中曽根税制改革により、法人税が42%から30%へ、所得税最高税率が70%から40%に、引き下げられるとともに、物品税も撤廃され、可処分所得は、その分増大して、土地や株式の購入に向かったため、土地価格や株価が高騰した。 中村で内閣による大都市圏内の土地要領の規制緩和、東京湾横断道路建設プロジェクトの推進、当時の鈴木俊一による第二次東京都長期計画による東京臨海副都心構想の具体化による東京発の不動産取引が活発化した。大倉省、日本銀行本店、東京証券取引所を結ぶ三角地帯はゴールデントライアングルと呼ばれていた。 1986年の都心の地価の上昇は7割に達しており、全国的には地価が落ち着いている中で異常値を示していた。大都市等の有料な土地の高騰にとどまらず、収益の見込めない北海道や沖縄などの遠隔地の土地もリゾート開発を名目に相当の値段で取引された。こうして得た土地を担保に巨額の融資が行われた。 インカムゲインではなく、キャピタルゲインを目的とすることが多かった。1986年秋に売り出された、東京新宿区の再開発住宅、西富山タワーホームズは、マンションブームに火をつけた。1987年4月に売り出された、東京江東区のマンション、スカイシティ南砂は259個の分譲に対し、38,500人が応募した。 また、リクルート社の銀座日経金ビル購入の不動産取引成功が代々的に報道され、その後の不動産取引が活発化した。また、地価の上昇局面でも、国鉄生産事業団の未利用地販売に際しては、地価の高騰を煽るとして売却が凍結されて、逆に土地の飢餓感が煽られて、地価の上昇を招いた。土地を担保として、 融資を行うに際しては、通常は評価額の70%を目安に融資を行うが、将来の土地の値上がりを見越して、課題に貸し付けることも珍しくなかった。破綻した北海道拓食銀行では120%を融資した事例もある。単一の物件に複数の担保を付けることも行われた。背景には、金融機関の貸し出し競争が激化する中、潤沢な資金を とにかく運用する、貸付に回す、という金融機関の姿勢もあった。この融資の一部は、後の地下下落によって、不良再建となった。道路用地の取得価格も高騰し、新透明高速道路などの建設に要する資金の増大を招いて、日本道路公団の経営圧迫の一因ともなった。高価な土地が障害となって、地方公共団体の公共事業が進められなくなる。 事態も生じた。地価の上昇によって住宅取得が困難となり国民からは政府に対する非難が高まったことが不動産融資の送料規制につながり急速な地価の下落を招いたという批判がある。こうした地価に関する政策的な失敗はマスコミや国民の感情的な批判に政府が冷静に対応できなかったという問題と見ることができる。 潤沢な資金を背景に都市再開発の動きが活発になった。都心の有料地区には知見が細分化された上に借地借家が多数混在し、権利関係が複雑に絡んでいるケースがあった。日本においては借地借家法によって借主の権利が保護されていたため、土地をまとめて大規模開発をするプロジェクトは必然的に推進が困難となった。そのため、 大都市周辺の土地取得のため、大手不動産会社を代表したり、依頼を受けた地上げ屋の強引な手口による地上げが行われるようになり、社会問題となった。銀行は地上げに巻き込まれるのを嫌い、リスクの高い物件に自ら直接融資をせず、系列ノンバンクに融資させようとした。しかし、計画を完遂できないまま、プロジェクトが中止されるケースも多数生じ、 バブル崩壊後には、大々虫食い状態の利用しにくい空き地が残されることとなった。これらの空き地は、バブルの爪痕とも呼ばれた。そのような空き地を使用して、コインパーキングと呼ばれる狭い駐車場が作られた。高級マンションの代名詞的存在とされていた、ヒローガーデンヒルズ1980年代後半のバブル期に政府は、 年収の5倍で住宅をというスローガンを掲げていた。地下上昇は、地下の高い都心の小建て住宅や高級マンションだけで、なく、都市均衡にさえ適当な小建て住宅を取得することを、困難にした。日本のような小建て主義的な都市構造において、いずれは、小建て住宅を取得することが、人生の夢、目標の一つであるとされ、それを動機として、貯金に励むことも行われていた。 しかし過度の地下上昇を見て、これ以上値上がりする前に、一刻も早く住宅を取得するべきだと考える人も増え、その行動は、また、地下上昇に拍車をかけた。東京圏のマンション価格は、サラリーマンの平均年収の8.9倍に達した。あまりにも住宅が高騰して、平均的な収入ではもはや購入するのが不可能な、域に達すると、に世代ローンも登場した。 本人の視力で支払いきれないところを、その子の視力を持って補うものである。地下、住宅高等と共に相続税も無視できない額に、増えた。サラリーマンのマイホームの夢が遠のく一方で、相続税の負担が急激に重くなっていた。特に、長年のローンを組んで余裕がない状況で相続が、発生すると、支払うべき、相続税を用意することができずに困窮することもある。 これに対応するために、親類縁者の若者を養子にして一人当たりの相続額を下げて、相続税を節約する手法が取られたり、変額保険を利用する節税手法が利用された。しかし、バブル崩壊後は、資産運用の計画が狂い、窮地に追い込まれる契約者もあった。地価上昇を前提とした住宅取得のモデルも提示された。若いうちに小さいながらもマンションを取得し、 それを下取りに出して、順次条件の良いマンションに買い替えれば、最終的には望むマンションや小建ての住宅を手に入れられるとされ、住宅すごろくとも言われた。単に貯蓄をしていては、住宅高騰に決して追いつけないが、マンションや一戸建てを資産として購入しておけば、価格上昇が見込めて有利である、と説かれた。しかし、バブル崩壊後は物件を見極める目も厳しくなり、 資産価値が半分以下に落ちた東京郊外のマンションや、事実上資産価値がなくなった地方のリゾートマンションや、別荘に対する多額の支払いが残り、負債を抱えて、身動きが取れないケースもある。他方、あまりにも高騰した住宅の取得を早々に諦め、諦め、リッチと呼ばれ、収入を貯蓄することなく、高級車など、耐久消費財の購入や、 海外旅行に充てる刹那的な動きもあった。これは、さらなる消費の加熱と貯蓄率の低下につながった。首都圏では、地下高騰を見て、賃貸住宅の家賃も高騰し、結局都心から遠く離れた埼玉県や茨城県に移転を迫られ、通勤時間が長くなるという状況も生まれた。これら地下高騰と住宅問題は、当時の日本政府の懸念事項であり、 後の地下抑制政策につながり、信用構造を圧迫することになった。バブル期に建設、不動産、ホテル業界は、リゾート地やゴルフ場を、次々と開発した。1987年に総合保養地域整備法、通称、リゾート法が制定され、都市から離れた地域においても、大企業を誘致して、リゾート施設を開発する動きが活発となった。 特に北海道では、スキー場などのリゾート事業が急激に拡大した。これにより、それまで見向きもされなかった土地が相当な価格で、取引されるなど、土地価格の上昇に拍車をかけた。また、ゴルフ場の会員権の価格は高騰し、それとともに、次々に豪華な設備を持ったゴルフ場の開発が、全国で進められた。なお、当時のゴルフ場のテレビ CM では、 バブル景気崩壊後なら自動車道インターから車でふんなどとするところを東京ヘリポートからふんなどと案内するほどであった。バブル期に特に借金を増やしたのは非製造業であった。建設業、不動産業、ノンバンクはバブル産業種と呼ばれ借金がその他の業種と比べて大きく増えた業種であった。国鉄生産事業団は 旧国鉄から引き継いだ未利用地を販売して、負債削減を図った。その中でも31ヘクタールの塩止め駅や土地は、東京都心にある港区塩止めのまとまった有料地として、都市再開発の注目を集めた。しかし、バブル景気で地価が高騰していた時代においては、かかる土地の売却が地価高騰を一層煽りかねないとの懸念が、日本国政府のほか。 経済界やメディア、国民諸改装にも了解があり、汐留め駅跡地の売却を地下高騰時にしなかったことについて、その当時には全く問題のないこととされていた。その結果、地下が暴落した後に売却にかかり、その他の土地も国鉄生産事業団の解散を控えてすべて処分する必要があることから、バブル崩壊後の地下下落とも相まって投げ売り同然で、 処分せざるを得なかった。結局、事業団全体ではかえって負債を増やした状態で解散した。最終的に国鉄生産事業団はその役目を終え、1998年10月に解散した。日本国有鉄道の他に日本電信電話、校舎、日本船売校舎、日本航空等の公共企業体、特殊法人が民営化され、 社会全体の企業活力が増した。アメリカの不況や貿易摩擦の解消のために輸出規制がかかり、企業は日本国内市場の開拓に目を向けざるを得なかった。金融市場の国際化の流れから海外金融機関の新規参入が相次ぎ、金融取引が活発化した。潤沢な資金を得た企業が日本国外の不動産や企業を買収した。 著名なところでは、三菱地所によるロックフェラーセンターを所有するロックフェラーグループの買収、ソニーによるコロンビア映画買収をはじめとする事例で、日本国外の不動産、リゾート、企業への投資、買収が行われた。また、企業にとどまらず、土地を担保に大金を借り入れた中小企業オーナーや、個人、 マイホーム資金を貯蓄していた個人の中からも日本国外の不動産に投資を行うものが出てきた。一方で、象徴的ビルや企業が日本企業の手に渡ったことにつき、アメリカの心を金で買い取ったとする非難が浴びせられた。また、日本国外の不動産への投資は、現地の地価の高騰を招くとともに、資産税を上昇させ、正常な取引を害し地元経済を混乱させた。 ものとの非難が浴びせられた。有効求人倍率は1991年に1.40倍を記録。リクルートの調査では同年の大卒最高値は2.86倍になった。この時代に大量に採用された社員を指してバブル就職世代とも言われる。1980年代に入ってからの世界的なディスインフレーションの中で 資産価格は上昇しやすい状況になっていた。1945年2月のヤルタ会談以降の冷戦体制下で日本を含む西側諸国と対立していたソビエト連邦はアフガニスタン侵攻による疲弊の影響で改革派のミハイル・ゴルバチョフが登場する。一方でアメリカ合衆国はこの頃1980年代半ばのユーフォリアを経て瞑想気味になりつつあった。 住宅金融に破綻の兆しが出て、信用問題に発展しつつあった。経常収支が均衡に向かう中で、国内経済は低迷し、失業増大や記録的財政赤字につながりつつあった。こうした世界情勢の中で政治的に安定している上に、空前の後継気で投資先として非常に大きな魅力を持つことになった日本は、ジャパンワーズナンバーワンの呼び声とともに、 アメリカにおいても日本社会に学べ日本に負けるなという声が出るほど好景気を謳歌していた。三菱地所がニューヨークのランドマークであるロックフェラセンターを買収して日本脅威論が紛失したのもこの頃である。また東南アジア諸国からも日本の成功を見習うべしとの声が上がった。バブル景気の時期はソビエト連邦のペレストロイカとほぼ同じ時期である。 バブル景気とペレストロイカの真っ只中にあった1989年にはベルリンの壁崩壊に代表される東欧民主化革命が起こり44年間続いてきた冷戦が終結した。バブル期にバブルになっているという問題があまり意識されなかったということについて大国をは土地神話によるところが大きいと指摘している。1980年半ばに始まった地下高騰は やがて土地を持つ者と持たざる者の,の不公平感を生んだ。バブル景気による地価高騰、株価上昇を背景とした土地、住宅、株式の値上がりによって資産、資産取引によって生じる所得格差が拡大したとされている。1989年に所得税の国税地方税を合計した最高税率が88%から75%に 引き下げられ、富裕層を中心に手取り収入が最大2倍近く増えたことが格差拡大に追い打ちをかけた。現代においても問題である。資産を用いた経済活動によって生み出される収益ではなく、資産そのものの値上がりにより利益を得ようとする手法は資産価格が高騰するほど困難になる。やがて資産価格が高い水準で均衡すると、 その時点で資産を保有していたものはもはや値上がり益を得られない。そして高値均衡を維持できず価格が下落に転じるとそれまでの歴代の所有者がそれぞれ利益を得たのに対して最終的な資産保有者はその分の損をまとめて被ることになる。このように資産価格の上昇を維持することが困難になるにつれ資産取引は次第にババ抜きの様相を見せ ますます資産価格の維持が困難となる。不平等の拡大は、バブルのための資産格差、産業間賃金格差が原因であるとの議論について、経済学者の大竹文雄は、資産格差に要因を求めるのは無理がある。バブル崩壊で、資産格差は縮小傾向にあるからである。産業間賃金格差については、バブル時代に金融業の賃金が上昇したことで、 格差は拡大したが、最近は金融業の賃金が逆に低がり、格差は縮小していると指摘している。絶頂期の1989年頃には、投資が活発となり、平成契気、卑弥呼景気、高原景気と呼ばれるこれまで類を見ない空前の超高景気となったが、実体経済の成長では到底説明できないほどの資産価格上昇を伴うバブル経済であったため、 やがて縮小することとなる。株や土地などの資産は下落し、一転して大きなキャピタルロスを抱える個人や企業が増え、キャピタルゲインを当てにして過大な投資をしていた企業や、投機化が多大な損失を抱える事態となった。当時の日本は、資産価格上昇により、土地や株式などの収益率が著しく低下していたため、金融緩和の終了で持続可能性を喪失した。 なお1973年12月より17年3ヶ月間続いてきた安定性長期はこのバブル崩壊で終焉を迎えた。バブル景気が膨張を続けてしまい、またバブル崩壊からの脱却に長期間を要した原因については日本国政府、日本銀行による経済政策の一環として実行した金融引き締め策の失敗が指摘されている。まず、 バブルの発生については先に述べた通り、九百八十五年のプラザ合意による急速な円高に伴うデフレ圧力と金融緩和の長期化予想によって名目金利が大きく低下し、それが貨幣錯覚を通じて土地や株への投資を刺激したこと、また貿易摩擦解消のため国内需要の拡大を国際公約し、公共事業の拡大及び減税策が取られたことが、 原因とされている。政府は数字にわたり経済対策を策定し、1987年5月には6兆円を上回る財政措置を伴う緊急経済対策をしたが、景気は1986年11月を底にすでに回復していたため、景気を刺激しすぎたという批判がある。第2にバブルの膨張を抑止できなかった理由として、 金融緩和を続けすぎたことが指摘されている。肯定部合は1987年2月に2.5%に引き下げられ、その後1989年5月までこの水準を維持した。実は1987年9月には日銀の理事たちは利上げに踏み切る方針を確認していたが、10月19日のブラックマンデーによる世界的な株価の下落があり、 利上げが見送られた。1986年11月に日本の景気は底入れが確認されていたが、ブラックマンデーによるドル暴落を阻止するため、台米協調から低金利政策を1989年5月までの2年、3ヶ月の長期にわたって継続した。金融緩和が続けられた国内の要因としては、第一に政府が財政再建のために、 赤字国債からの脱却を目指しており、金融政策による景気刺激を求める政治的な圧力があったことがある。第二には大幅な経常収支の黒字を背景とした円高圧力があったことから、金融緩和によって円高を回避しようという政府、与党などからの圧力があったことが指摘できる。急激な円高に苦しむ輸出企業の体力を強化するためにも、 金融政策は緩和的であるべきという認識もあった。この反省から1997年に日銀法は改正されて日本銀行の独立性が高められた。元日銀行員でバブル期には同行総務局長査役などを務めた経済学者の大国は資産価格の上昇は金融政策運営において警戒信号として 十分に活用されなかったと指摘している。しかしバブル膨張は金融政策のみによるものではない。政府は国際化によって東京のオフィス需要が急拡大してオフィスが不足するという試算を発表してバブル期の不動産投資をさらに加熱させた。財政面でも国の公共投資は抑制されたが後継期によって税収が増加した地方自治体では 地方単独事業の増加が見られ、これも景気を刺激することになった。地方単独事業の増加には、国の財政赤字を抑制するために、地方単独事業の増加を歓迎していたという背景もある。経済学者の飯田康幸は、日銀の低金利だけでバブルを生み出したとは、説明できない。バブルは、将来の東京の経済的位置づけを、 過剰に評価しすぎたことによって生み出されたと指摘している。2000年6月1日、日銀理事の増渕みのるは大阪大学で講演し、過去に金融緩和された時期はいくらでもあるが、その度にバブルが発生したわけではないと述べており、金融緩和がバブルの主犯という見方に反論する一方で、1988年から1989年に、 かけての対応に問題があったと言えるかもしれない、利上げが遅れ、低金利が永続するといった期待を生み、バブルを膨らませた可能性はあると述べている。元オ蔵クラ官僚で、バブル期には、大臣官房審議官などを務めた西村義正は、民間活力、規制官は、自由化が、結果的に金融活動を異常に活性化させた、原因かもしれないと指摘している。西村は、 五層戦断方式が良くなかったし、市場原理がもっと浸透する金融システムにしておくべきであった。バブル崩壊の初期段階までは、日本の間接金融、メインバンクシステムは、日本経済全体の保険として機能するという意識があったと指摘している。元大倉、財務官僚で、バブル期には、大倉省証券局業務課課長補佐を務めた、経済学者の高橋洋一は、 日本では株式、土地の取引規制に抜け穴があったためバブルが発生し銀行融資が助長されたと指摘している。ありがとうございます。